まずは、国訴続く中、こうしてお集まりいただきましたマスコミの皆様、本当にありがとうございます。もうね、普段からこの暑い中でもいろんなプロレス会場、こういう記者会見の場にね、お越しいただく皆様が、マスコミの皆様があってこその私、夏すみれだと思っております。いつも本当にありがとうございます。まあ抱負というのもね、なんだかんだこう聞いてたら、他のスタッフの子たちはこんな暑い中に、まあよくもそんな面白くもないでも長々とあらこらペラ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 喋りますね、本当にね。もうちょっとびっくりしちゃいます。もうマスコミの皆さんって何も考えてないから、マスコミの皆さんのことを、こんな暑い中ね、こうやってもういいカメラ、いいカメラ、カメラマン、いいカメラ持って集まっていただいたことに全然考えてない。ですので私、抱負の方は答えさせていただきまして、意識する選手、意識する選手と申しますと、特にないですね。なぜなら、私が意識される人間だからです。今ね、こうして会見の様子、ずっと端で聞いておりました。誰一人意識する選手、夏澄の名を挙げません。まあまあまだ皆さんもね、まだ分かってます、分かってます。まだ皆さん自分の本当の気持ち気づいてないんじゃないですか。気づいてないんじゃないですか。ビッグドーター気づいてないんじゃないですか。ビッグドーター、ビッグドーター、ビッグダディのドーターはお前だけなのか。なんだビッグドーター、お前はビッグダディのドーターだろ。分かれよ。お前はそういう人間だ。まあね、私がこの5スターで、狙っておりますものはズバリ優勝ではなく、マスコミの皆さんにお取り上げいただくことでございます。フリーになりまして、もう間もなく1年が経とうとしております。まだこれといってね、正直フリーとして名を挙げれておりませんので、ぜひ皆様、マスコミの皆様にお引き立ていただきまして、私この5スター全然怪我なく駆け抜けます。こうなったらね、大所帯の皆さん、ちょっと来てくださいよ。祭りっすから、もうファイブスターは。いいぞ、マッシュイ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 、よし、お江戸の、お江戸隊ルールその1、お江戸隊はいかなる場合でもお江戸隊のセコンドにつく。うるさいな、祭りだ、祭り、祭り。その2、いかなる場合でもお江戸隊の入場時にはダンスを踊る、かっこ3試合続いた場合は3回踊る。おお、3つ、敗れた者は死あるのみ。また、